本田圭佑、試合見てないのに、しっかり協会を批判する、なんて人の死闘だった。現地時間2月3日、アジアカップの準々決勝がカタールで行われ、日本代表は1対2でイラン代表に惜敗した。早すぎる敗戦には、試合後、本田圭佑は X に、試合見てないけど、悔しいね。でも選手のみんなはお疲れ様でした。日本も強くなってるけど、他の国も強くなってるということ。また出直そう。これまでの成長は協会のおかげなのは間違いないけど、このままではあかん。革新的な変化が必要。と投稿した。これには、現場もフロントも、本田さん仕切ってください。抜本的な改革をファンは期待しています。田島の解任、解説してたらブチギレてたと思います。ずっと協会が問題って提言されてますもんね。マジで監督やってください。スポンサーを気にしない協会が欲しいです。など多くのリプライが飛んでいる。試合見てないのに、協会批判はわろた。業界が変わらない限り日本サッカーは変わらないよね。強くならない。根っこが腐ってるので、早めに変えたい。宮本で変わるとも思えない。ホンダとか入ったら面白いけど、保守的な協会では無理か。もっとチャレンジ精神ある組織でいてほしいわ。あと選手を守れよ。スポンサーしか矢印が向いてないからこういうことになるんだよね。オワコンだわ。ホンダみたいな異端児がサッカー界には必要よ。とりあえず牧野とか松木を追い出して解説お願いします。アジアカップ決勝は本田圭佑が解説だと期待してたから残念。これからも協会批判頼みます。本田圭佑みたいな人が一番協会から嫌われそう。こちらは世界のフットボールにチャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけて、コメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。